高谷博明、高谷博明、高谷博明、1981年11月13日体は、栃木県小山市出身のプロ野球選手、保守。右投へ左だ。現在は福岡ソフトバンクホークスに所属。小山市立大谷東小学校では2年生時に一歳上の兄と共に、天ヶ谷学堂に所属して、軟式野球をはじめ、三類種だった。 小山市立大谷中学校でも軟式野球部に所属し三塁を守った。小山北桜高校へ進学すると教権を買われて保守に転校した。当主だった兄と兄弟バッテリーを組んだ。甲子園への出場はなかったが、2年春に同校最高成績となる県大会ベスト4に進出するなどチームを牽引した。高校卒後はプロ野球選手を目指して、 富士中工業に進んだ。一年目は原因不明の左膝痛に悩まされ、後に腰痛も併発し、公式戦に1試合も出場しないまま二年目の12月に退社した。目標を失い、増援業を営む実家を受け継ぐことも考えたが、野球への情熱を捨てられず一年間の浪人を経て22歳の時に一般試験で地元の白鴎大学に合格した。 白王大学の1年目は、規定により1年間公式戦へ出場できなかったが、2年春から首相を務め、3年時には全日本大学野球選手権大会に出場した。3年間で、赤鉱新リーグ新記録となる16本類が、82打点を記録、ベストナインも4度受賞するなど、リーグ屈指の選手に成長した。11月21日の大学生。 社会人ドラフトで三巡指名を受け福岡ソフトバンクホークスへ入団した。背番号は12に決まった。2軍で関西遠征中だったが、1軍で右手首を痛めた王の高次に代わり急遽昇格が決定し、4月12日に初めて1軍出場選手登録され、四月十七日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で五回から大出場し、初打席は 長い例の前にショートライナーに倒れた。7回には、ホセ・フェルナンデスの二頭を刺し、8回、第二打席には、至球から出塁し、長いの冒頭の間に三塁まで進塁、本田雄優一のタイムリーヒットで生還して、プロ初得点も記録した。4月19日に二軍へ降格し、6月5日に一、軍へ昇格した。6月23日のセパ交流戦。 対中日ドラゴンズ戦で5回に代打で起用され、川上健心の3球目を叩きつけ2塁への内野安打でプロ初安打を記録した。翌6月24日の同カードで8番星としてプロ初の先発出場を果たした。6回3打席目虫に3塁の場面で、久本雄一の初球を捉えてダメ押しとなるライトオーバー2点タイムリーツーベースを放ち、これがプロ初打点となった。 守っては先発の和田武竹らをリードし9回に、失点に抑え、攻撃では4打席で3出塁の活躍だった。続く6月29日の対千葉ロッテマリーンズ戦でも2試合目の先発出場ながら、内外を使い分けるリードで杉内成を完封に、導き、柴原用のサヨナラ本塁打を呼んだ。以後5試合先発したが5試合で0勝3敗、打率。 136と調子を崩して、控えとなり、8月6日に2軍へ降格し、そのままシーズンを終えた。保守難というチーム事情もあり制保守として期待されたが、1年目の出場は12試合にとどまり、先発出場7試合、フル出場した3試合では2勝1敗、1完封勝利だった。2軍では31試合に出場し打率、253、出塁率。 352を残し、75打数ながら3本塁打だった。的山哲也が右膝を痛めたのをきっかけに7月5日に一軍に昇格し、7月8日から先発出場を続けて後半戦の正捕手として定着した。7月15日の埼玉西部ライオンズ戦で先発出場し、2回に石井和久から勝ち越しタイムリー打で、 本拠地福岡や風ジャパンドーム初アンダ、初打点を記録し、3回にも山岸城からタイムリーダー、5回には山岸から再びアンダでプロ入り初猛打賞を記録するなど、活躍し、プロ入り初のヒーローインタビューを受けた。7月16日の同カードでは5回に、和久井秀明からプロ初本類打となる先制ソロ本類打を放ち、8回4点ビハインド、 西一二塁の守備では打球をベンチに飛び込みながら補給してピンチを救い延長12回同点西一二塁では小野寺力の時速1 4 9トルの直球をライト前に弾き返しプロ初となるサヨナラ打で連夜のヒーローとなった8月2日に山形県野球場で行われたフレッシュオールスターゲームに8番星として先発出場したが 守っては5回8失点、打っては3打数無安打と活躍できず、6回裏の守備から交代となった。8月20日の対西部戦で、先発出場した際に、荒垣渚が、プロ野球記録5冒頭を更新、日本ワーストタイの1イニング3冒頭を記録させて、しまい、それが、失点につながりチームは敗戦した。9月2日から、先発出場した試合で、 チームが8連敗、9月17日の1勝を挟んで、9月18日からの先発マスクでもさらに6連敗し、チームの再開の一員となった。自身が先発マスクをこむる前のチームは、借金1だったが、正保守定着したシーズン終了時は、借金13としてしまった。前年2桁勝利した、杉内俊也、和田武史と組んだ18試合ではチームを6勝9敗と、 負け越しさせた。保守陣では、最多となる62試合に出場し、56試合に、先発出場、フル出場した40試合は18勝20敗2分、に完封勝利だった。規定時愛数未満ながら、盗塁阻止率、344を記録したが、一方で、自己最多の215打席に立ったが打率は1割以外に、終わるなど、課題も残した。 初の開幕マスクを任され、オリックスバファローズ相手に和田武史を完封勝利に導いた。4月は聖保守としてほぼ先発出場していたが、チームの月末の借金は3と負け越し、5月2日の対ロッテ戦でフル出場して9イニング9失点したのを最後に控えとなり、囲碁守備でわずか3試合と出場機会が得られず7月6日に2軍へ降格し、 10月11日に再昇格したが、出場機会はなかった。なお5月以降は4月までに日本類が11打点を上げていた田上秀則が5月から正保守に定着した。最終的に先発出場は21試合で、フル出場した13試合では5勝8敗に完封勝利だった。クライマックスシリーズファーストステージは2試合ベンチ入りしたが、出場機会はなかった。 第一保守、山崎勝美、第二保守鏡という併用により、同年は主に守備要員として起用された。4月21日に一軍へ昇格し、控えとして出場を続けた。8月8日に一度だけ先発マスクの機会を得たが、序盤に3点の援護をもらいながら、本類らを浴びるなど逆転を許し、5回終了後に、小倉信介とバッテリーごと交代させられた。 8月22日の出場を最後に、8月23日に2軍へ降格され、9月18日に再昇格したものの出場機会なくシーズンを終えた。クライマックスシリーズファイナルステージは、全6試合中5試合に、ベンチ入りしが出場機会はなかった。西部から FA で移籍した細川徹が加わりさらに、出場数が減少した。 4月19日に昇格したが出番がなく、5月5日に二軍に降格した。細川の左膝負傷により7月6日に再昇格すると、7月15日の対ロッテ戦で唯一先発出場したが、初回に一点援護を得た後に、山田大輝が本塁だなどで逆転を許し、4回に代打を送られ交代させられた。細川復帰により7月28日に二軍へ。 降格したが、8月27日に再び細川のふくらはぎ負傷により再昇格した。以降控え保守として10試合出場して1軍でレギュラーシーズンを終えた。クライマックスシリーズファイナルステージ、日本シリーズでは全試合にベンチ入りしたが出場機会はなかった。アジアシリーズでは11月27日の予選リーグ第3戦。 イパーースヒート戦で8回にににから出場してそのまま守備につき2ーニングを無失点に抑えた。開幕から抹消されることなく1軍でシーズンを終え、自己最多の64試合に出場した。開幕から控えで起用されていたが、4月14日の対ロッテ戦で岩崎翔徳未先発出場を果たすと、初回に先制され、味方の援護より前に、さらに失点して敗戦し、 6月中旬まで再び、控え気温が続いた。制裁を書いていた細川徹が6月下旬に二軍再調整となると、山崎勝美との競争に勝ち、7月から聖保守として先発出場が増え、7月6日からは19試合連続でスタメンマスクをかぶった。7月4日の対西部戦では4年ぶりに猛打賞を記録した。7月15日の対ロッテ戦では、 大谷智久から先制の犠牲フライを放ち、大隣賢治を2案内一死球一死球の完封勝利に導いた。8月24日の対ロッテ戦では、6回の打席で、それまで無失点と高騰していた、成瀬久ひさしから二塁打を放ち出塁し、続く、本田雄一がバントの構えからバットを引いたが、高谷はアンツーカーを超えるほど大きく飛び出しており、 本来なら慌てて起類する場面で3等を選択して、里崎ともや2類へ送球する間に成功。その後動揺したナルセから、ソフトバンク打線は、一挙ご得点した。しかし、ミスはミスと、秋山浩二監督の評価は厳しかった。また、この3等が2014年シーズン終了時点で自身、唯一の投塁成功となっている。7月中旬以降は、 各先発投手が敗戦を機に復帰した細川投流へ倶り返していき、8月下旬には再び正保守を奪われた。レギュラーシーズンは最終的に34試合に先発出場し、フル出場した12試合では6勝6敗、1完封勝利だった。先発投手では新人の武田翔太と組7試合で4勝1敗、大隣と9試合で7勝1敗、7連勝だった。 一方、前年に2桁勝利した、セッツ・タダシとは6試合で2勝2敗と相性が悪かった。代打では、チーム3位体の11打席に立ったが9打数1、アンダで打率、111、出塁率、200と期待には応えられなかった。クライマックスシリーズファーストステージは10月14日、第2戦に5回発展ビハインドの場面で代打から、守備に入り、 以後4イニングを無失点に抑えたがそのまま敗戦した。ファイナルステージでは10月17日第一戦の8回1点ビハインドから守備に入り1イニングを無失点に抑えた。10月18日第二戦では8回3点ビハインドから代打で出場して1イニングを無失点に抑えた。10月19日第三戦では8回2点ビハインドから守備に入り1イニングを無失点に抑えた。 ポストシーズンの打撃は3打数無安打1死球だった。開幕を一軍で迎えた。3月31日に開幕3戦目の大楽天戦で、前年後愛称の武田翔太と共に先発起用されたが、5イニングで6失点を喫して5回に代打を出され、以後はほぼ控え起用となった。4月23日、大隣賢治の先発日にマスクをかぶったが初回に2点先制され、 ブライアン・ラヘアのスリーランホームランで逆転後に代打を出されて交代したが新勝した。打率133と不調で4月26日に再調整で2軍へ降格し5月8日に再昇格した。しかし打率105とさらに打率を下げ5月24日に再び2軍へ降格した。7月9日に1軍に復帰も結果は出せず打率 091で7月20日に、再び降格した。9月14日に一軍へ復帰し、クライマックスシリーズ進出が途絶えて消化試合となった10月5日のシーズン最終戦で古るし、同年最下位の日本ハム打線を9イニング、無失点と抑えて、新人投手、東浜京を初の完封勝利に導いた。最終的に先発出場は3試合。 フル出場は1試合で1勝0敗1、完封勝利だった。代打では9打席9打数1安打で、打率、出塁率ともに、111と2年連続、秋山監督の期待には応えられなかった。持ち味だった打撃は打率、077と不振に終わり、出場数も前年の約3分の1という結果から、日本ハムから新たに鶴岡信也を、 FA 補強されてしまった。4月4日に一軍に昇格、5月5日に一旦二軍降格となり、5月17日に最昇格後はシーズン終了まで一軍に滞在した。しかし完全に控え起用となり、先発出場0、さらにシーズン無安打、出塁0、打点0に終わった。クライマックスシリーズファイナルステージは10月17日。 第3戦で9回7点ビハインドから守備に入り、1イニングを三者凡退に抑えた。日本シリーズは、前後試合に、ベンチ入りしたが、出場機会はなかった。開幕はインフルエンザにより出遅れたが、復帰後は故障離脱した細川、鶴岡に代わり、スタメンマスクで出場しチームの星最多そして、自己最多の93試合に出場したか、 自身7年ぶりのソロ本ン打ダーも飛び出すなど、チームのリーグ制覇、日本一に貢献した。開幕一軍登録され、3月26日の開幕第2戦、大楽天戦で今季初出場。4月9日に、鹿児島県立鴨も池野球場で行われた、対オリックス戦において、プロ通算4本目となる3ランホームランを、4月19日の、 対ロッテ戦で2号ソロホームランを放つなど、聖保守として活躍するが、左膝の違和感を訴え、6月19日に1、軍出場選手登録から外れる。7月6日に、教師か左膝内側半月板切除手術を受け、復帰まで2ヶ月を要すると発表された。9月10日の対西部戦において1軍復帰を果たしたが、前日の怪我での離脱もあり、 今シーズンは37試合の出場にとどまった。シーズンオフの12月9日、ヤフオクドーム内の球団事務所で契約公開交渉を行い、現状維持の3400万円、年俸固定の2年契約を結んだ。宮崎春季キャンプでは若手保守抜擢のために B 組スタートだったが、開幕一軍登録を果たす。3月31日の開幕戦。 対ロッテ戦を開幕スタメンマスクで迎える。今季は主に、和田武氏、リック・バンデン・ハーク、武田翔太、中田健一などの主力、ベテラン先発投手陣とバッテリーを組み、開幕から聖保守として活躍していたが、6月10日の瀬パコー流戦、対阪神タイガース戦において、打者、俊介のファウルチップが、右手中指に当たり、その後の検査で、 右手第三死末節骨骨折と診断され離脱を余儀なくされた。7月9日の対日本ハム戦で復帰したが、7月18日の対西部戦において3度、同月22日の対ロッテ戦で1度と、ファウルチップをマスクで受けた衝撃から脳震盪の疑いを持たれ、7月24日に昨季導入された脳震盪特例措置により、出場選手登録を抹消された。 8月2日の対オリックス戦で復帰し、犠牲フライで貴重な追加点を挙げ活躍する。復帰後は再び正捕手の座を守り、一昨年に並ぶ92試合に出場。9月1日の対楽天戦で、ジャフェット・アマダーが起こした乱闘騒ぎでは、ベンチから飛び出し、後ろからアマダーを羽い締めにして登板していた、東浜の身を守る、献身的な姿を見せるなど、 チームの2年振りのリーグ優勝に貢献した。9月16日のリーグ優勝決定戦では、8回からマスクをかぶり、岩崎賞、デニス・サファテをリードして、優勝を決め涙した。ポストシーズンも、和田、バンデン・ハーク、武田の先発登板を担当。楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージでは、第3戦から第5戦まで、スタメンマスクで出場し、打撃でも、 第3戦ではタイムリー内野安打。第5戦ではレフト前タイムリーを放ち、日本シリーズに進出する。横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズ第3戦では、1回裏に2014年の細川徹以来の日本シリーズ記録となる1イニング2度の盗塁阻止。打っては4回表にセンター前の2点タイムリーヒットと活躍した。第6戦ではクローザー。 デニス・サファテの異例の3イニングの登板を無失点でリードし、チームの2年振りの日本一奪還に貢献した。プロ入り前は、遠投110メートル、補給から2類送球のタイムが1.8秒という、プロのトップクラスとも遜色ない強権や、2006年9月9日、時点では、大学のリーグ戦で保一が一度もないなど安定した補給術評価されていた。 2018年シーズン終盤の記事によると、特技は、プロ野球選手のモノマネ。保守であり、選手を見て、特徴をつかむ癖があるのかモノマネが上手くなり、プロ入り前もたびたび言っていた。オフシーズンのファンイベントでは催促されることがある。一番うまくできるのは、塚田正義。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。